まあまあ落ち着けお前ら。そうは言ってもよ、桐生さん。よし、俺が手本を見せてやろう。え？いいか、よく聞いてろよ。これが本当の早口言葉だ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。すげえ。しっかり聞き取れるぜ。くっ。